まだ走れるか、光。屋上にヘリが来ることになってる。やっと俺たち解放されるんだ。追って戦うしかない。光は先に屋上へ。ビジョンズ。まだいたのか。いやあ、はあ、はあ、とどめだ。光、どうしてモンスターが光に。突然秋が私を。俺にはモンスターに見えて。私だよ。どういうことだ。なぜ光がモンスターに。苦しい？苦しいほど苦しい？素敵なことよ。悲劇。さあ、逃げたいなら目の前のモンスターを撃ちなさい。ハキ！光！さあ撃ちなさい。目の前のモンスターを撃つことがあなたの力の解放なの。嫌だ。あ、光。俺は。君は保護されたんだ。
クランクローの秘密基地さ。人工知能メーテスを破壊することを目的とした集団さ。知らないのか？それ以外は何も覚えてないってこと？はい。事故による記憶喪失か、それとも記憶を消されたか。でも一番強い思い出だけ消えなかった。私の名前はコウ、クランクローの隊長をしている。こいつはマドカ。よろしくね。最初から呼び捨てで呼んでもいいわよ。私もあなたのことを呼び捨てで呼ぶから。コウさん、簡単に現状の説明してあげたら。ああ、そうだな。この世界には人間と暴走した人工知能メーティスとの戦争があった。増えすぎた人間を滅ぼすと言い出した人工知能メーティスが暴走したんだ。だが15年前、英知の7日間戦争と呼ばれる人類の運命をかけた総攻撃により形勢は変わった。メーテスが操るロボット軍団の攻撃を全て停止させることに成功したんだ。もう簡単に言うと、人間と人工知能による長い戦いは15年前に終わったわけ。ああ、これで戦争は終わると思われた。だが一部の狂信者たちがメーティスを守り始めた。ホワイトレイブンと呼ばれるグループだ。奴らと我々はビジョンズという記憶を具現化する異能を使って戦っている。そう、記憶に残っているものを現実化できるの。動物を具現化したりとか。そのビジョンズの使い手を実現者、リアライザっていうの。人間と人工知能の戦いは終わったけど、人工知能メーティスを破壊するのか残すかで、人間同士がビジョンズという異能力で戦っているわけ。最大の敵は味方だった。我々クランクローの使命は、異能力ビジョンズでホワイトレイブンたちと戦い、人工知能メーティスを破壊することなんだ。破壊プログラムウイルスロキをメーティスの心臓に侵入させるんだ。攻撃システムが停止し、防御システムに特化しているメーティスの心臓にロキを侵入させることは容易ではない。一箇所からロキを入れてもすぐメーティスに対応されてしまう。だから日本中に散らばっているクランクローのメンバーが日本中のいろんな場所から日夜ロキによる攻撃をメーティスに仕掛けている。忘れているかもしれないが、君はリアライザだ。では基地の説明をしよう。
アキ、じゃあ最初の任務だ。こんなこと。アキ、光さんは死んでいない。え、どういうこと。彼女は生きてる。君が我々に協力してくれたら居場所を教えるよ。あ、だが今は助けられない。我々の任務を一緒に遂行することが彼女を助ける行動になる。どうする。はい。よし、この通路をまっすぐ行ったゲート B で待っていてくれ。私たちは準備がある。はい。代々木国立競技場だ。ここに人工知能メーティスにつながるブレインサーバーがある。そこにロキを侵入させる。奴らが来たらビジョンズで迎え撃つ。忘れているかもしれないが、君は最高のリアライザーだったんだ。俺は。そうだ、頼むぞアキ。はい。